ボルフガングビルヘルムは、プファルツノイブルク公、ユーリヒベルク公。フィリップ・ルートビヒとユーリヒクレー・フェベルク公、ビルヘルム5世の、娘、アンナの長男。プファルツズルツバッハ公、アウグスト、プファルツズルツバッハヒルポルト・シュタイン公、ヨハン・フリードリヒの2位。1614年に、父が死去、二人の弟と領土を分割し、プファルツノイブルク公領とユーリヒベルク公領を、 相続した。1615年、金羊毛騎士団員に選ばれた。30年戦争が勃発した時はカトリックだったが、中立を貫き領土の侵略を防いだ。1636年、宮廷をデュッセルドルフに移した。1613年、バイエルン公ヴビルヘルム5世の娘マグダレーネと結婚、一子を設けた。1631年、 重廷にあたるプファルツツバイブリュッケンフェルデンツ公、ヨハン2世の娘カタリーナと再婚に死を設けたが溶接した。1651年、マリア・フランツィスカ・フォン・フュルステンベルク・ハイリゲンベルクと再婚、子はなかった。ありがとうございます。